車道駅は愛知県名古屋市東区青井3丁目にある名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は S07。駅名の車道は当駅西側を南北方向に走る通りの名前及び住居表示実施前に当該通りに沿って存在した町名、車道町に由来する。車道通りは 江戸時代に馬車や義車用に作られた石畳の舗装路をルーツにするが、1923年に当時あった小川を埋め立てた後を車道商店街としたものが2013年時点で現存する車道通りの始まりである。当駅周辺から車道通りを南下した広小路通りとの交点付近には、市電時代に車道電停があった。当駅近隣の施設、店舗の中には、 車道、施設名などに関している場合があるが、これは住居表示実施により現在ではあたかも存在しない地名を関しているかのように見えるものである。島式ホーム一面二線を有する地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。ホーム柵の色は深み通り、ホームは20メートル車8両編成まで対応している。当駅から隣の今池駅へ列車が向かう際は桜通沿いに、 東南東方向に進行した後、地上での内山交差点手前で大きく進行方向右にカーブし、最終的には南南西方向に向かうこととなるため、カーブの区間では列車の運行速度がかなり低下する。高岳駅方面へは、東駅出発直後は西北西方向に進行し徐々に西方向へと方向を変えては行くが、ほぼ直線ルートといえ、線形は良い。 当駅は桜通線駅、つとむく今池管区駅が管轄している。2番出入り口ホームあたり駅の真上は桜通である。当駅から見て北側に位置する地域は東区津井、南側に位置する地域は東区青いとなる。周辺地域全体としては商業施設も見られるものの住宅地としての色彩が強い。なお、 当駅から見て少し南の地域を東西に走る二式、通地下には地下鉄東山線が走り、JR 中央本線との交点には畜産駅があるため、そちらが徒歩での最寄り駅となるケースもある。JR 畜産駅との間では、連絡施設を想定すると1日1万人を超える利用が見込まれたため連絡通路が検討されたが、ルート上に大型の埋設物があったために、 経済性の観点から見送られた。しかし将来を考えて設置の可能性は残されている。最寄り停留所は桜通車道となる。以下の路線が乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。ありがとうございます。